大谷翔平苦しみながらも5勝目5回出塁、試合後1問1答大リーグエンジェルスの大谷翔平選手が15日のオリオールズ戦で7回を5失点と苦しみながら5勝目を挙げました。バッティングでは勝ち越しのスリーランホームランを含むヒット4本を打ち、ツーベースが出れば自身2回目のサイクルヒットという活躍でした。 試合後、大谷選手が日米のメディアの取材に答えた一問一答です。試合中に首を気にする素振りを見せたことについても話しています。急ピッチングで思い通りにいかない試合で、こうやってバッティングで貢献することについて、a、えー、まあ別といえば別物なので、それは多少影響されることがあるかもしれないですけど、基本的には別だと思って言ってます。 旧スイーパー横に大きく曲がるスライダーでここまで抑えてきていたが最近の試合ではホームランを打たれている何か変える部分はあるか A 気づいた点は何個かあるのでそこを修正しながら他のところも変えていければ十分にまた抑えられるのではないかと思います旧首を気にしていたが大丈夫かええそうですね今のところ大丈夫だと思うのでまた明日になってみてだと思います 旧勝ち越しスリーランを打った時の表情、ネビン監督は怒りとフラストレーションが溜まったスイングだったと話していたが、ええー、いや、今日はだいぶリラックスしていたので、それはたまたまいいコースにというか甘いコースに来て、そこまで思い切り振ったつもりはないですけど、いい打球速度も出てたので、まあいい動きだったんじゃないかと思います。先発投手の1試合5出塁は59年ぶり。 旧ピッチャーが5出塁するのは59年ぶり。歴史を作るのは楽しいか。ええー、まあ、二刀流の絶対数がまず少ないので、そうなるのかなというのはもちろんありますし。今日は打って打たないというよりは、最初、序盤にいい流れを作れなかったのが一番だと思います。旧サイクルヒット達成がかかった最後の2打席は、どれくらいツーベースを意識していた。ええー、どうですかね。まあ難しいカウントになってしまったので。 ボールかストライクか、ちょっと微妙なところで、深いカウントまで行ってしまったので、そこからは特に二塁打打とうとかなくて、しっかりコンタクトしたいなという感じだったかなと思います。9、9回の6打席目、ツーアウトランナーなしで前を打つ、トラウト選手がフォアボールで出塁してくれて、嬉しかった。ええ、質問中に笑顔でふふふ。<laughs> 嬉しかったですね。それは、 ラストチャンス、自分も打ちたいなと思っていたので、トライしましたけど、ダメだったなっていう、九代6打席終わった時に、敵地のファンからも拍手を受けた。ええー、そうですね。できれば2類が打,打ちたかったですけど、それをね、見てもらえれば一番良かったと思いますし、最低限ヒットを打てたので、それは良かったと思います。旧二刀流ならではの醍醐味があった試合、ええー、そうですね。何事も経験かなと思うので、 こういう試合で自分で打っていい点差にできたのは、まず一つ良かったですし、ピッチングはピッチングで、さっきも言いましたけど、いろいろと勉強になることがたくさんあるので、まだまだ良くなれるというところかなと思えば、まあプラスかなと思います。9時分で投げて挽回できる。えまずそういうシチュエーションが、今日は作ってもらったところで、しっかり受けたというのは、いいところだと思うので、 みんないいヒットがたくさん出てますし、また明日につなげたいなと思います。旧、9城かなり乾燥していたが、ピッチングの乾燥対策は、ええー、いや、今日はそんなに気にならなかったですね。セントルイスの方がだいぶ乾燥はしていたので、今日はそこまでかなと思います。首を気にする素振りについて、旧首を気にしていたが、パフォーマンスに引っかかるものがあったかえー、うーん、どうですかね。 三回くらいからはありましたけど、でもそんなに著しくパフォーマンスが落ちるとは思ってないですし、そこまでこうチームに対して迷惑がかかる状態ではないかなと思ったので、まあ投げましたし、結果的に7回までいけたというのは連戦中というのを考えると良かったかなと思います。旧勝ち越しホームランの直後のイニングで相手の攻撃を抑えて流れが良くなった。ええ、いろいろトライはしてますし、 何事もやってみて良かった悪かったわかると思うので今日はその良くなかった部分が点数につながって良かった部分がいい結果になっているというまあ当たり前のことですけどそれを一試合一試合やっていくことによってより良い,いピッチングいい打席を送れるんじゃないかと思います旧これだけ出塁して塁上にいる時間が長いとイニング間に休む時間やキャッチャーと話す時間もなかったことはチャレンジだったと思うが 影響はみんな打っていたので、イニング間は結構長かったですし、むしろ長いなと思うぐらいの攻撃はしていたので、それはいいことじゃないかなと思いますし、今回に関しては、今年に関しては、イニング間短かったりとか、投球間短かったりとか、いろいろ変わっている点はあるので、そこに対しても、より自分がやりやすいようにするためのイニング間の作り方だったりとかというのは、 毎回やる必要はあるかなと思うので、さっきもゲームにもいろいろトライしたいなとは言いましたけど、そういう細かいところ、何事もいろいろ変えながら、良かった悪かったはあるんじゃないかと思います。MLB 大谷翔平の魔球は物理法則に逆らっている打者あざ笑う4 1トル変化ゲームやん。エンゼルス95オリオールズ日本時間16日ボルチモア。 エンゼルスの大谷翔平投手が投じた横っ飛び魔球にファンの驚きが集まっている。誰も打てない。物理法則に逆らっている。クレイジーだよ。ゲームやんとコメントが寄せられた。大屋は15日、日本時間16日にボルチモアで行われたオリオールズ戦に東大二刀流で出場した。6回一死マウントキャッシに決め球として投じたのが今季話題のスイーパーだ。 右打者の外角ボールゾーンにスイングを避けるかのように強烈な変化を見せ三振に打ち取っている。ピッチング忍者として知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏は自身のツイッターにこの投球動画を公開。大谷の不道徳な87マイル約140キロのスイーパーと題し16インチ約40.6センチの横変化と続けた。ファンからは 内閣から入って外閣に逃げるなんてクレイジーだよ。本当にえげつない。大谷は悪魔の時間に入ってしまったと惨事が、投球の進化からも目を離せそうにない。